よし、うん、あれ来ました？あ、はい、来るかな。長い方のうなぎだ、うなぎ。お、あ、お、あ、取れました。あ、お、お、うなぎ釣れました。釣れました、釣れましたね。うなちゃん釣れたぞ。釣れました、うなちゃん。ありがとうございます。一応ビデオ撮れてよかったね、これ。下顎かかってるで。食べれる、食べれる。ありがとうございます。明らかに当たりでした、今のは。これで坊主は逃れましたね。いやいや、チームで一人釣れたらいいんだよ。すごいですね。そうそう。カラスがうるさかったから。あ、そうなんですか。行ってないの、音。ねじるねじれ。ねじるねじれだ。今体にかかっとるか。あ、もう取れとるね、口からは。これもう、よっしゃ、あと水入れやいいだけだ。はい、ゲットっす。ほんとや、ほんとや、すごいっすね。いや、すごい。やめて、やばいっすね。はい。おぉ、3匹だよ。ちっちゃい。だって僕わからんけど、さ、全然バイトってもちょっと撮影が忙しいな、俺は。アナゴかっちゅう。さっきと同じぐらいです。ねえ、でもちっちゃいの逃がさないかっていうあれあるんですよね。これだから全然持って帰っていいよ。20センチ以下は名古屋の条例に決まってる、はい、そうですね。そう。毎度っても全然分かれん。本当になのかな。ちっちゃい。でも、え、でかいんじゃないですか。でかくないよ。ことはないですけど、1人前1匹やな。うなぎ、うさぎ食べてメダカ食いないで。メダカが全滅しちゃう。
あねじれるねじれる。まあでもまあ貧乏。すごいこれ。これこれこれ。デスロールですね。デスロール。3本投げても1個動かない。取れろ取れろ。お取れろ。取れろ。いやでかいっすね。本当？じゃあいいやとか。普通にすげえ。マンゴーそんな引けもねえんだ。表だけで。まあまあ。結構でかいですね。ちょっとじゃあ写真撮って、イッチ。うん、俺、何？はい、いいそう、微妙だね。まあ、あの記念でいいんじゃない？うん。なっちゃうね、自分で苦しむ。デスロール。じっかずっとじゃああれやったんや。そうかかったままになったんだよ。こっちで喋っとるもんね。自分で自分の首絞めていくんだよ。俺、こうやってやっても取れんねえかもなこれ。釣れたばっかりめっちゃ覚えてる。すごいっすね。僕らこっちやな。こっちやな。今のこのピック。全然いけるじゃん。マジっすか。マジっすか。両方両方。両方行きましたか。あっちも来たし。でかい。太いっすね。バレちゃった。バレちゃった。うん、兄さんは。まあまあ。デスロー、デスロー、忙しい。まあまあ。あれなんかネズミ色っぽくないですか。薄いっすね。うなぎがおるんや。デスロールですね。あんまりギュッとテンションかけるところもあのペティナイフ、あの果物ナイフ、ナイフみたいなやつ。カッターナイフとかはやめた方がいい。さばきにくいで、逆に。あ、そう、うん、なんか動画見たらカッターでとか。全然そんなカッター歯薄すぎて、うん、やれんと思う。危ないなこれ。よし、さすがプロっすね。やってプロやん。すごいうなぎやんさい。結構飲んどるな。結構飲んどるな。しっかりがっつりかかっとるで、まあ、いけるかな。がっつりですね。あ、もうそのまんまってことね。そうそう。もう自然に吐くまで待つってことですね。吐くの？吐きますよ。外れるんだ、糸は。え、本当に？本当に外れる。すごいな。長くて1ヶ月とか放置しとけば吐きますよね。勝手に糸取れるんで。糸っていうかその針を？針を勝手に取れるんだ。
海水ついとるのに。海水ついとるの。これじゃん。これが。うなぎの不思議やで。1年間飼育してましたから、うなぎ。